不動由美子の冠新番組。天気予報がまさかの注目、面白すぎる、テレ朝マジかと視聴者に衝撃。フリーアナウンサーの不動由美子がメインキャスターを務める新情報番組、不動タイムズ、テレビ朝日系、が6日に始動した。先月29日に情報番組、サンデーステーションが終了。その後を引き継ぐのが宇動アナがニュース番組復帰し、メイン MC を務める同番組だ。初回放送では流行の楽曲の紹介や、宇動アナの旅パートが映されるなど、従来のワイドショーとは一線を画すスタイルの内容が公開となった。中でも視聴者の注目を集めたのが、天気予報コーナーだ。俳優で気象予報士の片岡信和が、まさかのピアノの弾き語りスタイルで天気予報を始め、スタジオは騒然となった。さらに片岡は、武道さん、さぞかし不思議に思ってるでしょう。なぜこの人はピアノを弾いているんだろうって。ほんと人生って何が起こるかわからないですよねと謎の口上を述べると、美声とともに、始まりはいつも雨、としっとり歌唱。その後も演奏を交えながら予報を伝えた。番組終盤、片岡は予報に用いた楽曲はすべて自作であることを明かし、いろいろと用意したので、これからもよろしくお願いしますと爽やかな笑顔を見せた。ネットでは、とにかくピアノ弾き語り天気が最高、面白すぎる、わら、武道さんが好きで見たけど、最後の弾き語り天気予報にやられた、テレ朝マジか、センスありすぎだしシンプルにすごいなと絶賛の嵐となっている。